はい、皆様こんばんは。おっさっけいの塾長です。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回は軽く一杯194杯目になります。と今日はですね、フランスボルドーですねの赤ワインで、オーガニックワインですね、そちらの方をいただいていこうと思いますので、よろしくお願いします。最近赤ワインが続いてますのでね、赤ワイン、あのワインがお好きな方はちょっといいのかもしれませんけどね。他のお酒がお好きな人はね、まだあれですけど、あのご了承いただけたらと思います。お酒の種類はワイン、赤、フランス、オーガニックワイン、銘柄シャトープショーラルケボルドー2012、原産地フランスボルドー、酒造所シャトープショーラルケピバケ、ブドウ品種カベルネソーヴィニヨン、メルローカベルネフラン、アルコール度数 13% になります。とね、最初説明することが多いんですが、今日は早速抜栓していきましょうか。赤ワインですのでね、抜栓をしていこうと思います。はい、このようなラベルエチケットですね、なかなかいいですね。これ AOC はアペラションボルドーコントロールですねになっております。はい、また例のごとくちょっとアングルを上げて、今日もやっていきましょう。はい、では早速ソムリエナイフで抜栓していきます。キャップシールを貼っていきましょう。力を入れてですね、つくずっと、ここで縦に入れるのがポイントですね、いつも言ってますけどね。でガリ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 と、さあこういう感じでどうですかね、まあ、このようにね取れていくっていうところですね。失礼いたしました。そしてまあこんな感じで、結構コルクが古い感じしていいですね、クラシカルな感じがしてよしですね。そしてスクリューで真ん中を狙っていきますね。まあちょっと斜めに入れるのがいつもポイントって言ってますけどね。はい、斜めに入れまして縦に、そして入れたらまっすぐ入れていきましょう。こういう形ですね、ちょっとアングル上げましょうかね。はい、そして一度ちょっと1センチぐらい上げてみましょう。あ、ちょっとあれですね、もうちょっと入れていきましょうか。コルク栓が長い可能性があるかな。よいしょ、はい、ちょっと開けましたね。ちょっとぎこちなくですいません。でもうちょっと奥行きましょうかね、キュルキュルと。そしてまず2段構えのところから1つ上げていきましょう。うん、そしてもう一つこんな感じですかね。はい、ここまで上げると、あとはちょっと手動、あ、もう一個行こうか。はい、こんな感じになりまして、最後シュッテで上げていきましょう。ここまで来たらシュッてなりましたね。はい、このような感じになりました。あ、これですね、これ公開でいきましょう。うん、非常になんでしょう、ブルカシスっていうかブルーベリーっていう感じがしてよろしいですよね。はい、今回もまあちょっとぎこちなかったですけどね、あの抜栓の方できたですね、できたですねってあれだよねよいしょ、あかんね、最近よしよしよしばかり言ってますね、ほんまおっさんになりました、ほんまね。まあ昔からおっさんって言われてますけどね。あ、コルク長いですね、バンドボルドーって書いてますね、ピバケ。はい、このような感じですかね。そしてですね、早速入れていきましょうかね。グラス違いですね、まあこれぐらいかな、ちょっと大きいですけどな。こっちですね。ちょっと香りだけ書いて説明していきますね。ちょっと抜栓を先にしたかったっていうのがね、ちょっとまだね、2012なんで、もしかしたらちょっと閉じてる可能性もあるので、ちょっとね、先に開けとき方かっていうことですね。カミカミやね、今日もね、失礼いたしました。ちょっとだけ先香りをね、書きますね。今日はちょっとだけが多いですね、本当にね、言うのが。
そうですね、やはりあのなんていうのかな、黒い果実ですね、カシスですとかですね、ブラックベリー系統ですね、で黒胡椒っていう感じがしますよね。ちょっと一回このまま様子を見てみましょうね。はい、ではちょっと解説の方をしていきましょうかね。もうちょっと並べましょうかね。ボルドーですよね、これね。フランスといえばボルドーとブルゴーニュ。まあ他にもいろいろありますよね。名城地って言ったら、シャンパーニュですとかね。あとはあのロワールとかですね。コートデュローヌ、ラングドック、ルーション、プロヴァンス、コルス、南西地方。まあ、たくさんありますよね、ワイン産地フランス産、まあ、あとジュラとかもね有名ですよね。その中のねフランスのツートップっていうのがですね、ボルドーおよび、ブルゴーニュですね。ボルドーで有名って言ったらあれですよね、あの五大シャトーとかね、ランク格付けとかよく言われますよね。まあワインの試験とかだったらこの格付けとか、何個や6、忘れましたけどね、1級から5級までの数全部覚えれるとかね、なんかそういうことやってましたけどね、どこ村とかねそういうのやりましたけど。でブルゴーニュって言ったらですね、有名なのはあのロマネコンティとかね、シャンベルタンとか有名ですね。あ、言い忘れましたけど、シャトーマルゴーとかはあの辺はボルドーですわ。シャトーマルゴーとかシャトーラフィット、ロートシルトとかね、あとシャトーオーブリオンとかね、その辺は全部格付け1級ですねになっておるんですけど、赤ワインの失礼しました、フランスの2トップって言ったらもうボルドーと、ブルゴーニュかなというふうに思います。で今回ね、あのボルドーの赤ワインっていうのはですね、ブドウ品種はもうカベルネソーヴィニオンですねがもう代表的、そしてメルロー、あとはカベルネフランっていうのが補助、あとマルベックも確かありましたね。で今回はあのカベルネソーヴィニオン主体っていうことですね。メルローっていうのはあのあれですね、サンテミニオンとかですね、ポムロール地区にねよくあの代表的だったりするんですけど、まあ、ボルドーって言ったらもうカベルネソーヴィニオン、まあ、これがもう代表的なのは間違いないと思いますね。それで今回のポイントはですね、オーガニックワインっていうところがちょっとポイントなんですよね。オーガニックワイン何かなっていうところですけど、農薬や化学肥料を3年以上使わないで栽培された農産物でですね、それをね、使ったブドウで使ったのが、醸造したのがオーガニックワインっていうところですね。まあボルドー液っていうね、まあそういうあのなんていうのかな、あのものですとか硫黄、一部の微生物の使用は認められてるっていうところですね。でその定義で栽培されたブドウのみのワインがオーガニックワインという、これがまあポイントになりますね。有機栽培ブドウ 100% を使って、特定の認証団体が認めたワイナリーで、その認証団体が規定するガイドラインに沿って作られた場合に初めてオーガニックワインの認証、まあ、呼称が認められるっていうことなんですね。だからこれもね、ありますよね、これね。見えるかな、このなんか星のマーク見えますかね、こういうね、あ、見えてきましたね。この辺とか全部ね、あのあれです、あ、書いてますね、いろいろね、バイオロジックですかね、まあ、書いておったりするんですけどね。そして、有機栽培ブドウ使用などの表現とかねになっておったりとですね。でここはポイントなんですけど、オーガニックワインにはアリル酸の使用ですね、アリュー酸酸化防止剤ですね、使用は認められてるっていうことなんですね。ただね、量はそんなに多くないというふうには思っております。でこのワインはすごいですね、全て、無農薬、無化学肥料、無除草剤で3年以上栽培してですね、遺伝子組み換えも使ってないブドウから作られて、全て公的に認められた第三者機関に認証を得てるという、そういうね、あのワインなんですね。いや、すごいですね、こういう風に、ね、あのこだわるっていうのはね、本当にね素晴らしいことだと思っております。でこれを作っておられるピワケっていうんですね、ピワケの住居はですね、13世紀にエドワード2世の命で建てられたですね、国の指定文化遺産であるというあの正真正銘のお城みたいなんですね。まあ、そこにですね、ブドウの木がまあ栽培されてるっていうことなんですけど、本当にね熱いオーガニックの実践者っていうところみたいですね、当主はですね。
数々の受賞歴を誇るワインがブドウの質と作り手の腕を証明しているということでですね、これが今回のね、この2012年の、カベルヌ・ソーヴィニヨン主体の赤ワイン、シャトー・プジョー・ラルケ、ボルドー2012っていうことなんですね。楽しみですね。早速飲んでいきましょう。さあ、香りとかこの辺は開いてるかな。ちょっと前よりちょっと開いたかもしれませんね。まあ、っていうそんな時間経ってないけどね。はい、こちらですけど、そうですね。深いあのガーネットって感じですね。ピンクがかってるんですけど、そんなに、なんていうのかな、若々しいピンクっていうことではなくて、徐々に色がね、なんだろう、落ち着いてきたっていう感じでしょうかね。年節というような感じですね。さあ、香りを嗅いでいきましょう。あ、そうですね。ちょっと回していきましょうかね。うん、やはりそうですね、カベルヌ・ソーヴィニヨン特有のですね、なんていうのかな、黒い果実系統ですね。カシスですとか、ブラックベリーですとか、あとはね、赤い果実系、まあ赤と黒の間っていう感じですかね。ジャムのような煮詰めた香りですとか、あとスパイシーな香りですね。うん、そして私結構これ表現するんですけど、黒い豆みたいなね、黒飴みたいな、そういう香りですね。そうですね、あと一部杉の木とかタル系統、場合によってはメントール系統ですね。うん、そのような感じがするので、やはり重厚な赤ワインの風格を備えているっていうところですね。さあ、飲んでいきましょう。うん、なるほどね。うん、甘み酸味が非常にバランスよくてですね、穏やかでですね、タンニンもね、ある程度もっとガシガシするものをカベルヌ・ソーヴィニヨン多いんですけど、タンニンも柔らかくて存在感ありますね。何よりも余韻がいいですね、これね。なんていうのかな、刺激的じゃなくてですね、スッとね、喉を通り抜けていく。やはりなんていうのかな、このオーガニックワインってこの味だっていうのはなくて、どちらかというと、その作り手のね、哲学、フィロソフィーによるところがあるんですけどね、オーガニック系っていうのはね、本当の、まあ、オーガニック系のみならずですね、飲んだ時により進化がわかるような気がしますよね。どうしてもね、ワインっていうと香りとか華やかっていう、ね、ところが一番っていうような風潮があるんですけど、このワインはどっちかというとまだ香りは穏やかな方なんですけどね、飲んだ時にまったりと落ち着く、なんて言ったらいいのかな、バランスがいいっていうのはっていう言葉では済ませないような感じですね。うまみもあります、これね。柔らかくてビロードのようなタンニン、落ち着いてストンと飲み込める、口の中で広がっていくハーモニーっていうんでしょうかね。まあちょっと私にはなかなかハーモニーとかね、なんかちょっとおしゃれな言葉なかなか使えない人材なんですけどね、ちょっと頑張って言ってみたんですけどね。いや、なかなかやっぱり素晴らしいね、やっぱりね。でグラス自体飲んでいきましょうかね。うん、そうですね、やっぱ穏やかですよね。あと力強さとコクもありますね。いや、落ち着いてますわ、これね。こういうのを飲むとやっぱりワインって奥深いなと思いますよね。華やかというよりもどっちかというと純朴ですわ。純朴で真面目な感じ、落ち着いた感じですね。まあ、私華やかなワインも落ち着いたワインも両方好きなんですけど、本当になんていうのかな、ワインっていうのは農業、テロワールを表してるっていう、そういうワインですよね。まあ、そのように今回感銘をね、改めて受けましたね。いやー、このオーガニックワインすごいですね。ちょっと恐れ言いましたわ。非常にね、飲んでよかったというような一品ですよね。はい、ということで今回もこの赤ワインに感銘を受けたお酒の塾長でした。よろしければまたご視聴いただけたら幸いです。今夜はオーガニックワイン、フランスのボルドーの赤ワインで乾杯。